ねえマリサ、アメリカのシアトルで大きなトンネルができたって話、知ってる？ああ、その話か。日本製のトンネル掘削機がめっちゃ活躍したんだぜ。その掘削機って、どんなやつなの？その掘削機の名前はバーサといって、日立造船が作ったんだが、世界最大の直径を誇るトンネル掘削機なんだ。全長約110メートルで、重さは約7000トンもあるっていうモンスターマシンだぜ。それはすごいわね。でも、なんでそんな機械でトンネルを掘ることになったの？まず2001年に地震があって、アラスカンウェイ高架橋がダメージを受けたんだ。それで、高架橋の代わりに全長約 3km のトンネルを作ることにしたんだよ。日本の技術が海外で活躍してるって聞くと、なんだか誇らしいわね。そうだろ？作業中には色々問題もあって、バーサが動かなくなるトラブルもあったんだけどな。だけど、そういう大変な中でも4年で完成させたんだから、技術もさることながら、その頑張りには本当に頭が下がるぜ。それにしても、どんなトンネルを作ったの？正確には全長 2.7km で2019年に完成。スプリンクラーや換気システムとか、めちゃくちゃ高度な技術が使われてるトンネルだぜ。しかもこのトンネル工事、シアトル市街地の生活を一切妨げずに進めたから、技術の難易度がとんでもなく高かった。完成後には12万人もの人が見に来たくらい、現地でも大注目されてたんだぜ。人類の技術も進歩したものね。ああ。でも実はトンネルの歴史ってめっちゃ古くて、最初は洞窟が雨風から身を守る場所として使われてたんだ。最初に記録に残ってるトンネルはバビロニア時代にまで遡るんだぜ。日本では大分県にある青の洞門が有名で、1764年に完成してる。そういえばトンネルって聞くと鉄道が思い浮かぶけど、日本で最初の鉄道トンネルっていつできたの？それは1870年だな。大阪と神戸の間に作られたんだけど、その頃から技術の発展がめっちゃ加速して、いろんな場所にトンネルが作られるようになったんだぜ。他にはどんなトンネルがあるの？電気やガス、水道を通すための生活インフラ用のトンネルもあるし、地下街や駐車場の工事にもトンネル技術が使われてるぜ。さらに、豪雨や洪水対策のために巨大なトンネルを作る構想もあるんだ。そんなにいろんなトンネルをどうやって作ってるのかしら？よく使われるのがシールド工法だな。これは巨大なシールドマシンを使って地中を掘削するんだ。特に都市部の開発で重宝されていて、交通や下水道、地下鉄のトンネルに幅広く使われてるぜ。そんなの誰が考えたの？最初にシールド工法を考案したのはフランスの技師、ブルネルだぜ。彼は虫からヒントを得てこの技術を思いついたんだ。特に、木材を食べて生活する線虫の仕組みに着目してな。1825年にロンドンで初めて採用されたんだが、そのトンネルは396メートルもあったんだぜ。それがいつ日本に来たの？日本での最初のシールド工法の採用は、1936年の関門海峡トンネル工事だな。その成功によって、この工法は様々なトンネル工事で使われるようになったんだぜ。シールド1枚でどんなトンネルでも掘っちゃうなんて、すごい技術よね。とは言っても、シールド工法にもいくつか種類があるけどな。どんなのがあるの？そうだな、まずオープンシールド工法から説明すると、これは土を掘りながらトンネルの壁面を作っていく方法で、地下水の影響を受けやすいという難点があるんだ。だから主に地下水よりも上の地層で使われる。他にはどんな工法があるの？スラリーシールド工法というのがあるぜ。これは掘削面をスラリーっていう水と粘土の混合物で保護しながら進む方法なんだ。地下水が多い場所や柔らかい地質で使われる。他にはアースプレッシャーバランスシールド工法、略して APB 工法というのがあって、これは掘った土で掘削面を保護しつつ、一定の圧力を維持しながら進むんだ。粘土質の地層に適してるぜ。いろいろと使い分けてるのね。ああ。他にも圧送シールド工法というのがあって、これは掘った土を特定の装置で外に排出しながら掘削面の安定性を向上させる方法だぜ。これらの工法は、実際に掘る場所の地質や地下水の状態、トンネルの設計要件に基づいて適切に選ばれるんだ。これによって、安全で効率的なトンネル工事が可能になるんだ。そうした積み重ねの先に、今回のシアトルの大工事があるのね。ああ。日本のトンネル技術は、長い間にわたってじっくりと発展してきたんだ。例えば、1870年には鉄道トンネルを建設していたし、1936年にはシールド工法を採用した関門海峡トンネルの建設も行っている。これらの経験が積み重なって、国際的なプロジェクトでも信頼される技術になったんだよ。だからシアトルのような大きなプロジェクトにも参加できるようになったってわけだぜ。日本のトンネル技術ってやっぱりすごいの？ああ、すごいぜ。
青函トンネルやアクアラインの工事でその技術が活かされていてな。特に青函トンネルは世界最長の海底トンネルで、その建設にはいろんな新技術が開発されたんだぜ。海底トンネルって、やっぱり地上に作るより難しいの？もちろん。一番の違いは、トンネルの上に海っていう大量の水があるかどうかだな。海底トンネルでは、水が一度入り込んでしまうと自然には止まらないから、めちゃくちゃ慎重な工事が必要なんだ。特に青函トンネルは最深部で水深240メートルもあるから、掘削する時の水圧がすごいんだよ。そんなのどうすればいいの？まず、地盤注入という技術がある。これは海底トンネルで水が侵入するのを防ぐために使われる技術だ。コロイドセメントを水に溶かしたセメントミルクと水ガラス、計算ソーダを使って割れ目を塞いで水の流れを防ぐんだ。これが混ざると固まって、しっかりと水漏れを防ぐんだぜ。めちゃくちゃ頑丈な接着剤みたいなのを入れるのね。ああ。他には先進ボーリングという技術もある。これは岩石の性質や地質の状態を調べる技術だな。特に海底トンネルの場合、地表からではなく、トンネル内から水平にボーリングを行う必要があるんだ。これが意外と難しくて、重力の影響でボーリングが下向きに進んじゃうリスクがあるから、精密な操作が求められるんだよ。日本の技術はどれも高度ね。だな。そして日本はこれらの機械や道具を駆使して2000メートルまで正確に掘削することに成功したんだ。ボーリングの最長記録、2150メートルにも達しているぜ。そして日本のトンネル技術はヨーロッパでも活躍している。どこで作ってるの？イギリスとフランスをつなぐ英仏トンネルのことだぜ。そのトンネルを作ったのが、鉄のモグラと呼ばれた日本の川崎重工のトンネル掘削機なんだ。1990年に貫通したんだけど、これはとんでもなく大変だったらしいな。それって、どれくらい大変だったの？実は英仏トンネルの計画は、ナポレオン一世の時代からあって、200年以上の歴史があるんだ。でも26回も挫折を重ねて、工事が非常に難航していた。特にフランス側の地質が複雑で、掘削が本当に困難だったんだよ。それはもう無理なんじゃ。そう思ってた人も多かったと思うぜ。しかも英仏トンネルは2年半で完成させろとフランス側に要求されていたんだ。当時の日本の掘削スピードは、1ヶ月で150から200メートルが限界で、計画通り2年半で完成させるには、1ヶ月で530メートル以上と倍以上も進まなければならないペースだった。めちゃくちゃな要求してくるわね。ものすごく厳しい要求だったけど、川崎重工はそのプレッシャーをバネにして、技術の限界に挑んだんだぜ。日本の技術者の情熱とプライドが感じられるわね。そうだろ？トップメーカーとしての誇りを持って、どんな困難にも立ち向かっていったんだから、その精神は本当に尊敬するべきだぜ。それで、川崎重工はどうやってその難しいノルマをクリアしたの？川崎重工は2台の強固で複雑な掘削機を使って、高圧水などの厳しい条件の中で作業を進めたんだ。それで、提示された1ヶ月あたり530メートルのノルマを大幅に超えて、なんと1ヶ月2200メートルも進んだ記録を叩き出したんだぜ。いくらなんでも頑張りすぎじゃないのそれは？まあ確かにちょっと異次元だよな。他にはどんなプロジェクトでその技術が活かされてるの？東京湾アクアラインもその一つだぜ。これは1997年に開通した自動車専用の海底トンネルで、世界最長クラスの約 10km を誇っている。最も深いところでは海面下約 60m もあって、その地中を 14.1 メートルの巨大シールドマシンが掘り進めたんだ。特に注目すべき技術が凍結工法で、東京湾の軟弱な海底を事前に凍らせておいて、水圧で泥が流れ込むのを防いでいるんだよ。凍結工法を使うと、掘削する地点の地盤を固めて安定させることができるんだ。凍結工法って、具体的に何がすごいの？これによって、軟弱な地盤でもシールドマシンで掘削が可能になる。東京湾のように水圧が高い場所では、この方法が特に効果的だってわけさ。アクアラインのトンネルを走るのはたった10分程度で済むけど、その背後にはこんな高度な技術が使われてるんだから、本当にすごいよな。でも日本もすごいけど、最近は中国もすごいんでしょ？ああ、それがな。中国ではまた別の意味で驚くべき事態が発生しているんだ。中国で最先端の技術を駆使して作られたと言われるトンネルが、開通からわずか半月で水漏れ事故を起こしたんだ。本来なら100年は持つはずの安全なトンネルが、開通後2週間で天井からシャワーのように水が噴き出し、壁の隙間からは滝のように水が溢れるという、信じられない事態になっちゃったんだよ。それは大変ね。原因は何だったの？地元当局は消火用のバルブからの水漏れだと説明しているんだけど、実際にはその用途状況から考えると、バルブだけの問題ではなさそうだぜ。
この一件は SNS で広く投稿されたし、メディアでも大きく取り上げられたから、かなり注目される事態になってしまったんだ。そうなると、安全対策や技術の確認がさらに重要になるわね。そうだな。トンネル建設では、どこの国でも技術力だけじゃなくて、その適用や管理がめちゃくちゃ大事だということがよくわかる例だぜ。それで、そのトンネル事故の後どうなったの？バルブからの水漏れと発表した後、緊急補修をしてわずか2時間後には車両の通行が再開されたぜ。長期間の通行止めにしなかったのは、発表した内容との整合性を保つためかもしれないが、急いで再開するのはかなり危険な話だよな。そんな事故があったんじゃ、新しいトンネル建設もためらうわよね。そういうわけでもなさそうだぜ。事故を反省することなく、中国は次々と新しいプロジェクトを進めているよ。例えば、2024年2月26日には陽線号という超大型シールドマシンが完成したって発表されたんだ。このマシンは直径が 14.57m、全長は 135m で、4350トンもあるんだ。さらに、特徴的なのはそのド派手な塗装で、それが目を引くデザインになっているんだよ。そんなシールドマシンどこで使うの？中国東部の浙江省寧波市と秀山市を結ぶ海底トンネルで使われる予定だぜ。このトンネルでは2機のシールドマシンを使って掘り進めて、海底でドッキングする計画で、必要な精度の誤差は 20mm 以下とすごく厳しいんだ。これが成功すれば、世界初の超大型シールドマシンによる海底でのドッキングと解体が実現することになるんだぜ。それにしても、シールドマシンに絵を描くなんて斬新ね。でも、塗装が掘削で剥がれたりしないの？まあ掘削していくうちに塗装がどんどん剥がれていく可能性はあるな。でもそのあたりも設計に含めているのか、本気で掘削する気がないのかは、実際に見てみないとわからないな。それぞれのトンネル技術に関する評価はどんな感じ？実際にシアトルに20年住んでいる人は、バーサのことはよくニュースで取り上げられていた。日本の技術はすごい、これからもどんどん世界と技術協力してほしい、と言っているぜ。でも一方で、中国や韓国に技術が盗まれないようにしてほしいという心配の声もある。中国のシールドマシンについてはどうなの？中国のシールドマシンについては、日本やドイツ、フランスの技術のコピーではないか？と疑問を持つ声が多いな。さらに、どんなに良いシールドマシンを使っても、中国では結局手抜き工事で崩壊するんじゃないかと懸念する声もある。やっぱり技術だけでなく、その適用方法や品質管理が重要だってことだろうな。あんなトンネル事故もあったしね。ああ。もう少し詳しく話しておくと、あのトンネルは中国東北部の大連市にあって、7年の歳月をかけて建設されたんだ。100年持つ安全なトンネルとして宣伝されていたんだぜ。でも、ダメだったのよね。ああ。大連湾海底トンネルと呼ばれるあのトンネルは、2023年5月1日に正式に開通したばかりだったんだ。全長は 5.1km で、北は大連の作業エリアから南は大連のビジネスエリアを結んでいる。このトンネルは中国北方地域で初めての大型海底トンネルで、6車線の自動車専用道路が走っている。6車線のトンネルは想像つかないわね。確かにものすごい規模だよな。また制限速度は時速 60km で、1日の最大交通量は約5万台にもなるとされていたんだ。開通によって大連市の南北をわずか5分で通過でき、交通渋滞の緩和に大きく貢献するはずだったんだよ。それにしても開通してすぐに問題が起きるなんて、どうしたのかしら？どうやら建設の品質に問題があったみたいだぜ。日本の技術を参考にしようとしたものの、結局は短期間で崩壊してしまった。これによって、中国のトンネル技術に対する疑問がさらに深まっているぜ。そもそもどんな構造のトンネルを作ったの？この大連湾海底トンネルは、カーブを含む曲線状のトンネルで、最深部が30メートルにも達しているんだ。トンネルは重さが平均で 5.5 万トンもあるコンクリート製のセグメントを18本接続して構成されている。カーブの部分では、既存の道路とぴったりと接続しなければならなかったから、施工中に作業員たちはトンネル内に設置された各種センサーからのデータフィードバックを利用して、正確にトンネルをカーブさせたんだ。やるじゃない、中国、他にも北方地域初の大型海底トンネルとして、極端な低温にも耐えられるように、建設会社は寒冷地で100年持ちこたえることができる高性能の海底工事用コンクリートを開発したんだぜ。中国の技術の域が詰め込まれていたのね。ああ。だから2023年5月1日の開通式では、関係者や利用予定の市民が大勢集まって、新しいトンネルの開通を心から祝っていたんだ。みんなこのトンネルに対する期待で胸を膨らませていた。だからその後の水漏れ事故が余計にショックだったんだろうな。実際、中国のトンネル技術って、世界の中でどのくらいの位置にあるの？
中国はトンネルの本数と建設規模で世界最大になっていて、発展のスピードも世界で最も速いとされているんだ。国際トンネル協会 ITA の統計によると、現在建設中のトンネルの規模は世界の約 50% を占めており、中国はトンネル大国としての地位を確立しているぜ。それはすごいわね。相当な技術的進歩があったの？中国土木学会のトンネルと地下の部門の理事長によると、中国は特に高速鉄道トンネル技術体系がほぼ完成しているらしいんだ。さらに険しい山間部の複雑な地質条件での長大トンネルや、大断面の脆い岩石のトンネル建設技術においても大きな進展があったそうだ。トンネル掘削機の研究開発と製造にも重大な進展があって、これらの技術革新が中国のトンネル建設技術を新たな発展水準に押し上げていると説明しているぜ。技術的な進歩はすごいのね。ああ。でも技術力自体は確実に向上しているけど、実際のプロジェクトでの品質管理や適用の仕方のせいで、その技術力を十分に発揮できないのかもな。中国のトンネル技術についてもうちょっと教えて。中国中鉄トンネル局の航海 A チーフエンジニアによると、諏訪東海湾トンネルの建設成功は、国産シールドマシンを使って、大断面トンネルの過酷な作業状況での施工の課題を克服したことを意味しているそうだ。これは中国の大型シールドトンネル建設技術と設備製造技術が重要な進展を遂げたことを示しているという。中国はすでにこの種のトンネル施工を160回以上実施しており、トンネル科学技術が河川や海を横断する新たな段階に入ったとも話しているんだぜ。でも、その技術って実際にうまく機能しているの？そういうわけでもないみたいだぜ。例えば大連湾海底トンネルは、100年耐久を謳い文句にして開通したけど、実際には開通からわずか半月で水漏れ事故が発生してしまったんだ。どんなに進んだ技術を持っていても、それが正確に施工され、人々の安全を守れなければ意味がないんだよ。中国のトンネル技術はまだその点で大きな課題を抱えていると言えるだろうな。その事故ってどんな状況だったの？まず海底トンネル運営センターに、トンネルの地面に水が溜まっているという通報が寄せられた。緊急の補修要員が投入されて、補修作業を行い、2時間後には車両の通行が再開されたということだが、その間の様子が中国の SNS で大きく取り上げられたんだ。どんな投稿があったの？投稿された映像では、天井から水がシャワーのように噴き出していたり、壁の隙間から水が滝のように溢れ出している様子が映し出されていたぜ。それに映像の中で女性が、海底トンネルで水漏れ、やばすぎる。どうすればいいの？危険すぎる、と怯える声も聞こえていたんだ。地元当局はどう対応したの？地元当局は消火用のバルブから水が漏れたと説明しているけど、トンネル自体から海水が漏れているわけではないと主張しているんだ。でも、SNS には怖すぎる。開通したばかりなのに、これじゃ心配だと不安を感じる声が多数上がっているぜ。日本の東京湾アクアラインの方はどんな感じ？東京湾アクアラインは1997年12月18日に開通して、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結んでいるぜ。このトンネルは非常に有名で、日本一標高が低い道路としても知られている。東京湾アクアラインは全長が日本で4番目に長く、その建設は土木のアポロ計画と呼ばれるほど難易度が高かった大規模なプロジェクトだったんだ。こっちはどんな構造なの？アクアラインは川崎側の約 9.5km が東京湾アクアトンネルで、木更津側の約 4.4km がアクアブリッジという橋梁で構成されているんだ。これによって、川崎から木更津まで以前は約 110km あったのが、開通後は約 30km まで短縮されたんだよ。非常に効率的で、地域の交通の流れに大きく貢献しているんだぜ。中国の大連湾海底トンネルはそれを参考にしたっぽいわね。そうなんだ。そもそも東京湾アクアラインの成功は、中国だけじゃなくて、その後の海底トンネル建設の際に参考にされるようになった。特にその工事の難易度や使用技術は、世界中のトンネル建設プロジェクトでのベンチマークとなっているぜ。だから大連湾海底トンネルの計画にも当然影響を与えただろうな。東京湾アクアラインも難しい工事だったのよね？ああ。東京湾アクアラインの建設は容易じゃなかったぜ。最初は陸上でトンネルを作ってから海に沈めて結合するチマトンネル工法が採用されていた。でも計画中に建設技術が進歩して、地中を掘り進めるシールドマシンを使うシールド工法に計画が変更されたんだ。特に川崎側の区間はマヨネーズ層と呼ばれる軟弱地盤だったから、砂の柱を埋め込んで地盤を補強したり、シールドマシンで掘り進めた後のドッキングを誤差なく行うために道路の測量技術を応用するなど、非常に難しい工事が必要だったんだ。中国はそれを参考にしたのよね？ああ。
中国も日本のアクアラインのように先進技術を用いて海底トンネルの建設に取り組んでいたけど、残念ながら実際の施工品質が問題だったみたいだな。手抜き工事が原因で、水漏れ事故が発生した可能性が高い。技術的には進んでいるかもしれないけど、その技術をどう活用するかが重要だから、そこが今後の大きな課題だな。今回の海底トンネルの水漏れ事故について、中国人と日本人はどんな風に反応してるの？中国人からは、中国の建設物が信用できないという声が多いぜ。トンネルが崩れたらそのまま埋められてしまうのではないかと心配している人もいて、これ撮影したらやばいし、消されるかもしれないという不安を抱えているみたいだ。技術が進んでいるとはいえ、事故が予想通りだったと感じる人もいる。さらに2時間で通行止めが解除されたことについても、すごいけど、僕は通らないと警戒している声があるぜ。日本の反応は？日本人からは、消火栓の配管についての技術的なコメントがあるぜ。トンネル内部に露出して配管するのではなく、壁や天井の内側に配管する方が高度な技術だし、老朽化に強い。と指摘している人もいる。しかし消火栓からの水漏れだったとしても、開通後わずか1ヶ月でこのような事故が起きるのは問題だと感じている。さらにこんな施工レベルではいずれ本格的に海水も漏れ始めそうだとも危惧しているな。日本の地下道なら、この程度の水は自動的に排出されるはずだから、中国のトンネルは怖くて通過できないという声もある。事故の影響は大きそうね。ああ。今回の水漏れ事故は死を覚悟しなければならないほどの深刻さだったかもな。事故に遭遇した人たちは、その恐怖からもうトンネルを利用することが難しいかもしれない。実際に日本の技術がどれだけ正確で安全だったか、この事故を通じて再認識された部分も大きいだろうな。最先端技術よりも、手を抜かずに丁寧な対応をすることが信頼を築くためには大切なのね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。中国人民解放軍の中で、汚職や怠慢が問題になってるって聞いたわ。ああ、軍事予算がどんどん漏れてってるらしいぜ。で、装備の品質にも問題が発生してるってな。軍事予算、どんどん増えてるって聞いてたけど、結局そんなことになってるのね。ということで、今回はその中国人民解放軍で起きてる問題点を解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。問題が明るみに出たきっかけは、インドの将軍による発信だった。暴露したのは、元インド陸軍中将のラビシャンカールさんだ。この人は人民解放軍を長年研究してきたプロフェッショナルなんだぜ。彼の発言によると、中国は国防予算を大幅に上げてるけど、管理がずさんで不正も横行してるそうだ。中国の軍事予算ってすごい額になってるけど、問題はその使われ方よね。最先端技術への熱心さは伝わってくるけど、台湾周辺での大規模演習でのミサイルの誤作動なんて事件もあったしな。経済と一緒で、中身が伴ってない感じね。武器の輸出量も減ってる。つまり、作っても売れないんだよ。確かに中国製武器は安いが、実は隠れたコストっていうものもあるしな。隠れたコストって、安く見えても実際はそうじゃないって話？アメリカのランド研究所が指摘している。隠れたコストってのは、故障しやすいから修理代が馬鹿にならないってことだ。例えばカシミールで回収した爆弾の半分が不発で、拳銃も半分が使い物にならなかったんだぜ。結局、安く見えても実際のコストは倍ってことね。事前に品質確認とかしないのかしら。中国製武器を買うのは途上国や政治的に危ない国が多い。例えばケニアだって、買った理由は政治家の私利私欲だしな。利権が利権を呼ぶのね。カメルーンが買った攻撃ヘリも購入直後に墜落したし、バングラデシュも中国の戦車には不満たらたらだ。これは、山岳地帯では十分な能力を発揮できないことに原因がある。山も登れない戦車なんて、パキスタンも中国製の海軍艦には悩まされてるぜ。エンジンの故障やセンサーの不良でな。こんなの売る方も売る方だけど、買う側も問題よね。アメリカの国務省も、中国製武器は自国の兵士の命も危険にするから買うべきじゃないって言ってるぜ。信じられない話ね。そもそも、中国製の兵器には認証基準すらないんだよ。基準がないなら、どうやって安全な武器を作るのかしら。
例えばウクライナ軍が F-16 の訓練を受けてるけど、武器を売るときは普通、そうやって訓練を施すんだけどな。ところが中国はマニュアル渡すだけで、問題があっても修理拒否することが多い。だからミャンマー軍なんかは、パキスタンの技術者に頼るしかなかったんだぜ。中国の近代化って、外見だけね。他にも去年の8月、下北省で大洪水があった時、中国82軍のヘリが被災地へ向かったんだけど、途中で墜落して、乗ってた参謀やメカニック、下北省の役人を含め、10人以上が亡くなったなんてこともあった。最先端を自称する軍隊で、そんな事故が起こるなんて変よね。それから、中国が台湾海峡で軍事演習した時の映像がネットに出回ってたろ？戦闘機が低空で90度急上昇するシーンを見せびらかして、見ろよ、この技術ってどうやってたんだよ。ものすごく鬱陶しいわね。それ、だけどネットユーザーがすぐ気づいたんだ。滑走路の横にリモコン持った男性がいて、その隣には戦闘機より小さいリモコン飛行機が止まってた。しかも、映像の戦闘機が飛んでる音が、普通の戦闘機の音じゃなかったんだ。つまり、おもちゃの飛行機を本物の戦闘機みたいに見せかけてたってこと？そう。ネットユーザーはそんなんで台湾やインドと戦う気なのかって容赦なく突っ込んでたぜ。恥ずかしいわね。こんな自慢はやめてほしいものよ。しかも、インドとの国境で起きた衝突の話もあるだろ？インド側は20名の兵士が亡くなったって発表したけど、中国側はなんと翌年の2月まで犠牲者の数を発表しなかったんだ。8ヶ月も経ってからようやく発表した犠牲者数は4人とのことだが、元インド陸軍の中将が言うには、実際は中国側の犠牲者はインド側よりもずっと多かったらしい。CNN のインタビューで、インド軍の中将が運ばれてく犠牲者を数えたって言ってたけど、その数が60人以上だったとか。随分とごまかしたものね。でも、中国側はなんで発表がそんなに遅れたのかしら？聞かれた中国外務省の報道官は噂と嘘、フェイクニュースが多すぎるからって答えてたぜ。信じられないわ、どの口が言ってるのよ。国防省の報道官も中国は状況を安定させようとしてきたのに、インドが犠牲者のことでプロパガンダを繰り返し、国際社会を誤解させているって言ってたな。どういう神経してるのかしら？本当に忙しい連中だよな。ところで、ウクライナとロシアの戦争が長引いているけど、最初はロシアがすぐに勝つと言われてたわよね。うん、でもウクライナはなんとか持ちこたえてる。でもな、この戦争でロシア軍が苦戦してるのは、中国人民解放軍にとっても教訓になるはずだ。どうして？ロシア軍と人民解放軍には、共通する欠点がいくつもあるんだよ。まず、腐敗の問題。ロシアは世界で2番目に大きな軍事力を持ちながら、国家腐敗指数では世界1位だ。そんなにひどいの？ああ、軍部の腐敗もひどくて、ロシア軍に供給された缶詰は2002年に生産されたもので、保管期限が20年も過ぎていたんだって。食べ物くらいまともに支給できないなんて、後方支援もろくになってないのね。そういうわけで、ロシア軍は占領地で物資を盗んでるんだ。軍部の腐敗が、国防予算を横領して私腹を肥やすことになってるからな。汚職問題、中国側もひどいのよね。ああ、習近平がここ10年で汚職追放キャンペーンをやってるけど、去年ついに軍内の大規模粛清を行ったんだ。中国共産党の腐敗は上から下までひどいのよね。軍装備の購入に関しても、莫大なリベートが発生するって話だし、この10年で習近平が育てた軍幹部1万3000人以上を粛清したんだって、その中には将軍級も200人近くいるんだ。そんなに？人民解放軍国防大学出身で、軍のエリート中のエリートだったんだ。ふーん、で、習近平が軍政改革で新しく作った戦略支援部隊の副司令にも任命され、その後国防省で急速に出世したんだ。まさにお気に入りだったはず。それが、突然姿を消して解任されたのね。そうそう、行方不明になってから解任されるまで、一体何があったんだろうな。考えるだけで怖いわ。ロケット軍の司令官や副司令官も次々と捕まって、去年だけで少なくとも70人の軍幹部が逮捕されたんだぜ。それは異常事態よ。人民解放軍ってのは人民のためじゃなく、共産党のための軍。でも今や、習近平のための軍にされようとしてるんだ。内部の分裂や利益の対立も起きているって聞くわ。そもそもロケット軍の新司令官は海軍出身で、戦略ミサイルに関する実績がないんだ。門外漢を重要ポストに置くなんて、どうやって統制が取れるのかしら。アメリカの国防大学が人民解放軍の幹部300人以上の経歴を調べたんだけど、ほとんどが自分の軍種でしか経験を積んでいないって話だったな。アメリカでは部隊をまたいだ訓練が義務付けられてるのにね。まあ、台湾を取ろうとするなら、海軍だけじゃ無理だろうしな。軍全体がバラバラなのは痛手ね。米軍では40人全員が統合軍の経験を持ってる。
でも中国軍では31人中7人しか統合軍の経験がないんだ。しかも、人民解放軍は1979年の中越戦争以来、実戦経験がほぼないからな。なんであんなに自信満々なのかしら。そもそも中国海軍は、敵の船を沈めた経験すらないぜ。ベトナムの船を沈めたことがあるって言うけど、あれ実は漁船だからな。日清戦争の時だって、中国側は日本の2倍の艦隊を持ってたのに負けたわよね。それは戦略や兵士の連携の差だな。日中戦争でも、日本軍はわずかな兵力で中国を圧倒してたし、ベトナムに進出した時も負けてるし、実戦に強いとは言い難いわね。そもそも朝鮮もそうだけど、この辺りじゃ古来から権力者は軍人を軽視する傾向がある。中国では権力を握った者が支配力として軍を持つんだ。これが自由主義国の軍隊とは根本的に違うんだよ。軍隊は近代化してるって言ってもな、装備だけじゃダメなんだよ。アメリカやイギリスの軍みたいに、国家のための軍隊でなきゃな。戦争においては、国を守ろうという意志が強い国民国家が強いのね。逆に人民解放軍はもともと共産党の軍隊で、今や習近平のための軍隊になりつつあるからな。習近平に命を捧げるなんて、誰も思わないわよね。漢民族の中には、まともな人間なら軍人にはならないっていう考え方もあるらしいしな。ところで、中国の原子力潜水艦が日本の領海を侵犯した事件って知ってるか？本当にそんな事件があったの？2004年11月、国籍不明の潜水艦が石垣島周辺海域を通過したんだ。これが中国のものだってのは、米軍が探知してて、海上自衛隊も台湾海軍も監視してたんだよ。それでも全然気づかないなんて、びっくりね。その中国の潜水艦はなんと、気づかずにそのままグアムまで行って帰ってきた。でも、海上自衛隊は海上保安庁とともに、この潜水艦を国籍不明として大掛かりに追跡したんだ。それを中国政府に問い合わせたんだが、返事がなくてな。潜水艦からも無線での応答がなくて、だから海上自衛隊は音響探知機を使って追跡作戦を開始したんだ。そうしたら慌てて逃げ出した。自衛隊の対応能力があってよかったわ。人民解放軍の中には、その出来事で撃沈されるかと怖くてトラウマになったやつもいたってさ。世界最強を自称する軍隊が、こんなにも脆いなんておかしいわ。それでな、18年の1月にも中国の原潜が尖閣諸島の近くに潜ってるのを自衛隊が探知したんだよ。また来たの？うん。でも今回は探知されたことに気づくと、あっさり浮上して中国国旗を掲げたんだ。国旗を上げるなんて、どういう意図があるの？国連海洋法条約によると、潜水艦が沿岸国の領海を通過する場合、海面に浮上して軍艦旗や国旗を掲げれば、無害通行と認められるんだ。沿岸国の領海を通行する権利があるってわけ。なるほど、そういう国際法があるんだね。また追跡されたくないから、姿を現して無害通行に切り替えたんだろうな。こんな事件があったなんて、全然知らなかったわ。自衛隊がちゃんと対応したってことだよな。アメリカもそうだけど、日米が優勢だって情報は、あえてあまり流してないみたいだぜ。どうしてなの？中国を油断させる意味もあるし、あまりに強いと見せかけると防衛予算の増額に支障が出るんだろうな。でも中国って、まるで逆よね。軍事費をどんどん増やして、中国の戦車は世界一とか最先端の戦闘機って自慢してるもの。さっきも少し話したが、おもちゃの戦闘機みたいなことをしてるってことは、本当は自信がないのかもしれないな。実際、兵器の質はどうなの？輸出品に関しちゃ、まあ質は悪いな。そもそも、中国はずっと兵器開発でパクリばっかしてきたからな。自動車開発見ても、エンジン技術もまともに開発できない国が、最新の兵器を作れるわけないだろ。電気自動車だって爆発してるしね。ロシアだって、中国が戦闘機技術をパクったってカンカンになったことがあるぜ。でも今、ロシアはウクライナを攻撃してるからな。軍事大国って言われてたロシアが、随分手こずってるみたいね。ロシア製の兵器は、ウクライナ戦争で評判を落としてる。これに中国が学ぶって言うんだから笑っちまうよな。中国がどうして？今、中国で使われてる戦闘機の 70% が、ロシアのスホーイ27のライセンス品か、それをパクったものなんだ。残りのは、それ以下の粗悪な戦闘機だってさ。それじゃあ、ロシアよりも下ってことね。ウクライナ戦争は、現代の航空機、ミサイル、無人機に対する実戦テストみたいなもんだからな。さらにロシアの超音速ミサイルキンジャルと、中国の極超音速ミサイル YJ21 と DF17 は、
技術的に似てるんだけど、ウクライナ軍は首都キエフ上空でキンジャルを次々と撃墜してるんだぜ。極超音速ミサイルって撃墜できるの？ロシア政府の言うところでは、迎撃不可能ってことだったんだよ。音速の最大10倍で飛び、射程距離は約 2000km にも達するってさ。プーチンは2018年に、どんなミサイル防衛システムも突破できるって自慢してたわよね。それがどうも、アメリカ製の対空防衛システムパトリオットに迎撃されたらしい。パトリオットは確かに優秀だけど、軍事専門家の話によると、キンジャルはただの空中発射型の弾道ミサイルで、本物の超音速ミサイルと比べたら軌道修正能力に劣るらしい。つまり、見せかけだけだったってことね。もし中国が持ってるのも、ロシアと同じかそれ以下の性能の超音速ミサイルだとしたら、どうなるかって話だ。中国はこれまで、空母キラーとかゲームチェンジャーって言って、超音速ミサイルを得意げに自慢してきたわよね。でも、1980年代に開発されたパトリオットにロシアの次世代兵器が撃退されるのを見て、中国もショックを受けたんだろうな。実際に撃退されちゃったものね。これはまずいって思っただろうな。中国の YJ-21 は1台あたり約800万ドル、DF-17 は1台約1億700万ドルだぜ。そんなバカ高い値段で、性能も疑われるなんて、本末転倒ね。またロシアには、S-400 地対空ミサイルシステムがあってな。これが米国の航空力やミサイルからロシアを守る強力なシステムだってされてたんだ。でもウクライナ海軍は、たった1ヶ月足らずでそのうちの2機を破壊した。しかも安価な無人機とミサイルでな。で、米シンクタンクの戦争研究所が、ロシアの防空システムに戦術的な失敗があるかもしれないと指摘してる。この S-400 を中国が大量に買ってるんだぜ。まさに習近平、悪夢を見たんじゃないかな。ウクライナでロシア兵器が機能しないなら、中国は持ってる兵器全部見直さなきゃいけないわね。そうだな、習近平はずっと人民解放軍は世界最強って聞かされてきただろうけど、ウクライナ戦争見てこれなんだ？ってなったかもしれない。大規模な粛清が行われた理由も、そこにあるのかもね。ロケット軍は2015年に陸海空軍と同格で新設されたけど、主要装備としてミサイルを地上に配備してる。でも、米情報機関の分析では、燃料の代わりに水がミサイルに注入されてたり、格納庫の蓋が機能しない不具合があるらしいぜ。そんなずさんなことになってるなんて、驚きね。人民解放軍の汚職を見ると、装備費の乱用が深刻らしい。ミサイルの固形燃料を少しずつ取り出して料理に使ったりとかな。斬新すぎる節約ね。それに中国は巨額の軍事予算を使ってるけど、それがまた巨大な腐敗を生んでるんだよ。実際、中国は何十年も戦争してないからな。だから、上層部から兵士に至るまで、実際に戦争するとは思ってないんだ。それがどうして腐敗につながるの？高額な兵器を用意しても、使うことはないって考えちゃうんだよ。で、中抜きして自分のポケットに入れる。具体的には、施設建設に使われるはずの3000万元のうち、団長が1000万元だけ使って、残りの2000万元を着服したって話もあるんだ。そんな大規模な汚職が軍内で、でもその団長の義理の父が将軍だったから、何の処罰も受けなかったらしいぜ。軍事法廷も形だけで、軍事体が腐敗を管理できていないのね。習近平がブチ切れるのも無理ないよな。指揮システムも効率悪くて、戦術が古いって話だし。米軍よりも旧ソ連の方に近いわね。もう一からやり直さないとダメだろうな。そもそも人民解放軍は共産党のための軍だから、本当に能力ある人は軍人にならないんだ。兵士のほとんどが農民出身で、食料を得るために入隊してるって聞くわね。そう。しかも最近は一人っ子政策が軍にとって大きな問題になっている。あの政策の付けが軍まで及んでるのね。ああ。一人っ子政策ってさ、1979年から2014年まで実施されたわけで、その間に生まれた子供は今、10歳から46歳なんだよな。だから人民解放軍の兵士もほとんどが一人っ子ってわけ。つまり、親からしたらその大事な一人息子を戦争で失うわけにはいかないってことよね。そう。甘やかされて育った一人っ子たちが、国家に対する献身心や国を守る意識を持ってるわけがない。そんな士気の低い軍隊が本当に役立つのかって話だよ。自衛隊って本当に立派に見えてくるわ。そしてな、中国では今、大学生の就職難が大問題になってるんだ。2023年には大学卒業者が1100万人以上いるが、国家公務員試験の受験者数は250万人を超えてる。経済が落ち込んでるから、安定を求めるのもわかるわ。
でもな、就職できない学生が軍学校に入ったら、共産党にとっては都合がいいんだよ。軍学校の学生は入学時に軍人となるから、就職率 100% になったって言えるからな。そんなことでごまかそうとするなんて、軍学校に入ると授業料免除だし、食事や服装、靴下やパンツまで軍から支給されるんだ。だけど、2023年に軍学校の人気は急落した。どうして？習近平が台湾を脅してきたせいで、戦争が現実になりかねないって、一人っ子も親たちも本気で命の危険を感じ始めたんだよ。習近平の夢に命を懸けられるかって話ね。そう、軍学校は入学基準を下げるところまで来てる。習近平は軍を掌握できると思ってるのかもしれないが、実際は専門性よりも忠誠心を基準に選んでるから、有能な人材を活かせていないんだよ。自業自得ね。台湾侵攻となれば、事前に衛星やドローンで察知されるだろうし、中国は食料すら輸入に頼ってる。実行すれば、経済に取り返しのつかないダメージを与える可能性があるな。でも、習近平にそんな判断ができるのかしら。国民の不満をそらすためにも、強引にでも台湾侵攻をするかもしれないが、軍部がガタガタで踏み切れないのが現状だろうな。命令しても軍が言うことを聞かない可能性もあるわ。中国が台湾やフィリピンでやってる嫌がらせも、ただの強がりかもしれない。でも、油断は禁物よ。だから日本はフィリピンやマレーシアと防衛協力を進めて、南シナ海への進出を阻もうとしてるんだ。日本は口だけじゃなくて、実際に軍事支援もしてる。フィリピンには沿岸監視レーダーを6億円相当提供したし、無償支援対象国も増やしてるんだよ。自由主義国で中国を包囲する計画ね。そして現状、シンガポールの研究機関がやった ASEAN の政府関係者や研究者を対象にした信頼調査で、日本は 54.5% で、29.5% の中国を大きく上回っている。それじゃ、日本への軍事支援も積極的になりそうね。でも、習近平が何かバカなことを考えたら、かなりの犠牲が出るだろうな。それなら中国が何をしようが、日本は軍事費を増強する必要があるし、自衛隊を正式な軍隊にするために憲法を改正しなきゃいけないのかもね。それから、スパイを徹底的に警戒しないとな。台湾は去年、過去10年で最大の中国スパイ網を摘発して、現役の大役軍人10人を起訴したんだ。それだけ台湾軍にも入り込んでたってことね。戦争する自信のない中国は、こうやって別の手口を使ってくるんだよ。日本にはスパイ防止法がないから、心配ね。だから、国民が政治家を監視して、そういった法律を作るよう圧力をかけないとな。政治家にも愛国審査が必要ね。人民解放軍の弱さが露呈する前に、共産党そのものがヤバいかもしれないけど、備えあれば憂いなしだな。また日本は、イギリスとイタリアと三国で次期戦闘機の開発を計画している。西側の世論はそれを大歓迎してるぜ。日本の技術力に期待してるからな。同盟を維持していくことが大事なのね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。